俺が戦ってる姿は美しいのか。まあ自分が戦ってる姿を見ることなんてできねえからな。その準備の騎士は俺のことを認めてくれっかな。準備の騎士団って美学に厳しい組織みたいな名前だけど、あれこれ考えても仕方ねえ。ルカ、マギーのことを思い出せ。重要なのはいつだって次の一撃を放つことだ。どう、ルカの美学を見せつける準備はできた？ああ準備できたぜ。必ず勝って復活してみせるさ。ルカさんなら大丈夫ですよ。続いて準備の騎士アルジェンティに挑戦する選手は人気急上昇中のヒーローボーイ、鉄腕のルカ。ルカ選手、銀河中が君の帰還を待ち望んでいる。君はみんなに愛されているんだ。僕もとても驚いています。異なる世界で起きる様々な出来事の中で、なぜかいつもあなたとお会いすることを。僕たちの歩んでいる道は違えど、目的地は同じなのでしょう。ああ、友よ。本当はもっとお話がしたいのですが、気のない態度を取らざるを得ないことをどうかお許しください。今日の主役はあなたではなく、ルカさんなのですから。ああ、はじめまして。アルジェンティだよな。名前は前もって、その実力も相当あるって聞いてるぜ。まあ俺も強いけどな。僕は初めてではありませんよ。何しろあなたとブートヒルさんが対戦された時、あの場恥ずかしいところを見せちまったみてえだな。だがそれで俺を舐めてもらっちゃ困るぜ。いいえ、まさか。あなたが果敢にも一歩前に踏み出し、実力差のある相手にも臆することなく立ち向かい、拳を振るう姿はあまりに美しく、僕はずっと涙をこらえていました。んなこと言われるとこっちが恥ずかしくなるな。あんなひでえ負け方をしたんだ、ちっとも美しくなんかねえだろう。それは違いますよ、ルカさん。どうやらあなたの考えを正さなくてはいけないようですね。イドリラ様の教えに、勝者が敗者よりも美しいのような、そんブートヒルさんは脅そうとしただけでしたが、その時のあなたはそのことを知りませんでした。しかしそれでもあなたは死を覚悟しながらも誇り、名誉、そして故郷のために彼に向かって拳を繰り出しました。僕からしてみれば、それほどまでに戦いの美学を体現したものはありません。ただあなたのことを高く評価しているとはいえ、演武天礼のルールに従い、僕たちはもちろん構わねえ。アルジェンティの期待を裏切らねえ戦いをするぜ。では試練を始めましょう、ルカさん。準備、しっかりしなさい。ルカさん、僕と一曲踊りましょう。準備のロンド、全力で来い。ラールから離れる。役目を果たします。消え去れ小賢しい。怖いよ。逃げんな。怖くて。殲滅開始。真面目にやってください、ルカさん。相手が再び襲いかかる。ルカ選手、どう対処するのか。守り抜く。これも試練。
この技はどうだ。ルカ選手が牽制を逆転させた。強すぎる。何かを得たら何かを捨て悪い子は誰か。これも死ぬ。また足手まといに。みんなを守って本気で始めましょう。アッキは俺様の中で十分だ。全力で来い。ベレシコ。これも試練。あの光、空にある美しさを守り抜く。小賢しい。ルカ、あの角度からパンチを放って。あの光と空にある美しさを守り抜く。ルカ選手が再び奇跡を起こした。さすがだ。契約せい。これでもう後戻りはできないわ。あの光と空にある美しさを守り抜く。彼女に捧げる。危険指数低下、殲滅開始。準備は朽ちない。隠れろ。ほらほら、役目を果たします。消え去れ。あの光と空にある美しさを守り抜く。施し参れば請求もあるわ。有言実行よ。怖いよ。ほらほら、準備は朽ちない。本当に素晴らしい試合です。では次は誰かしら。ルカさん、僕と一曲奏でましょう。準備の参加。相手の勢いは凄まじい。負けるな、ルカ選手。あの光、空にある美しさを守り抜く。戦前の礼を全力で来い。ベレシコ。殲滅開始。まだ苦しみたいな。これも知れ。ベレシコ。契約せ。これでもう後戻りはできないわ。クラーラも助けて。スバローグ、最後のチャンスをあげましょう。しっかりと掴んでください。ルカ選手はうまく反撃ができないようだ。さあどうする。あの光、空にある美しさを守り抜く。落ち着いてルカ。あんたの底力をアルジェンティに見せてやって。守り抜く。彼女に捧げる。まだ苦しみ足りないよ。契約成立。これでもう後戻りはできないわ。レジェンティ、この一撃は準備と言えるか。決して諦めないルカ選手。攻勢をかける。俺様の中で十分だ。ルカ選手すごいぞ。ルカ選手が会場全体を沸かせた。美しさを守り抜く。彼女に捧げる。契約せ。これでもう後戻りはできないわ。準備は朽ちない。怖いよ。逃げんな。ほらほら、バラに近いよ。消え去れ。施しがい。よくやりましたね、ルカさん。素晴らしい。やはり僕の目に狂いはなかったのですね。あなたの技術、知恵、勇気はいずれも武人としての準備が宿っています。アルジェンティがルカ選手の美を認めた。これが意味するところは、鉄腕のルカが演武天礼に戻ってくるということだ。ルカ選手のファンはどこだ。君たちの歓声を聞かせてくれ。3、2、1。
1、さあ！認めてくれて本当に感激してるよ、アルジェンティ。いいえ、僕はただ選手の方から与えられた権限であなたが再びリングに上がることを許可したまでです。あなたは僕に認められる必要などありませんし。アルジェンティの言葉は哲学的すぎて俺にはちょっと理解できねえな。構いませんよ。ですが一つ覚えておいてください。あなたはもはや戦いの美の化身です。これは劣気とした事実であり、勝敗や他人の評価によって覆ることはありません。ああ、心に留めておく。そんで帰ってからもう一度じっくり考えてみるぜ。ああ、それと演武天霊にはもう一人鉄腕を使う選手がいるそうです。もしあなたたちが出会い、もう一人の鉄腕？それでは失礼いたしますね。